3日目。これ何日まであるんでしょうね。それね、やばい。今かの、今日は何か予定あるかしら。予定はないよ、俺ニートだから。今からうち来ない。嬉しいわ。ちょうど私も会いたいと思っていたのよ。今からそっちに行くわ。Oh, yes! あ、そっか。じゃあ大丈夫かな。はい。メール来ました。うわ、来た。やっほー。今、旅行先のホテルに着いたよ。俺くん、一人で寂しがってない？全然寂しがってないです。大丈夫です。失礼いたします。あ、返事しないといけないかな。俺のことは気にしないで楽しんできてくださいね。はい、大丈夫です。安心安心。オッケーオッケー。あ、来たね。来ました来ました。よっしゃ。あー！びっくりした。めっちゃびっくりした。しかもあの顔めっちゃ怖かったんやけど、ホラーやん。え？あ、オッケー。え、かわいい。かわいいね、今かの。ちゃんと顔見ると。上目遣いが超かわいい。この角度はあんまりかわいいと思わなかったんだけど。いらっしゃい、ちょっと待ってね。ちょっと LINE 見るね、ちょっと。聞いて聞いて。旅行先にもブラッティラビットあったよ。あ、そう。うまい。思わず押してしまった。あ、そう。そんなに、そう、俺ちょっと今大事だから。いや、美人の彼女をゲットできて、俺ってついてるなと思って、言いたいところだけど。お、何これ、何これ、いやー、いいね、カレー好きだよ。食べる食べる。っていうか、ここで作ってほしいんだけど。そんなことないよ。え、そんなことないよ。間違いないね。もう全然重くない。全然大丈夫。うん。一緒に食べよう、一緒に。俺くんが、やばい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 。そう、この話しない方がいいと思うんだけど、俺。っていう別れた女の子の話なんだよね。そうなんだよね。この間っていうのはもう3年前とかなんだよね。怖いね。アナかな？アナの雪の女王かな？ありのままおしゃべりする。これ狙ってるやろ、絶対。雪の女王。ありのままとか。そうだね。あー、やばい。嘘。マジで？え、何がダメだった？ LINE ほっとこう。多くないよ。一緒に食べようよ。一緒に食べたい。あ、やばい。スルーしたから。あ、やばい。LINE めっちゃ来た。めっちゃ来た。やばい。ちょっと、スルーしたら怒られる。暇い。何か話す。ちょっと旅行中に暇とか、そうそう、旅行を楽しみにした方がいいよ。うん。大事大事大事。今すぐ食べたい、こんな彼女。君を今すぐ押し倒したいんだ。11時40分。いいね、いいね。カレー食べたいなぁ。お腹空いてきたなぁ。夜ご飯カレーにしよっかな、私も。あ、いい冷蔵庫ですね。飲み物。え、これ何？このピンクの。え？これ何？あ、作り置きしてんの、あいつ。っていうか、これ作ってんの？料理をする習慣ない元カノがとある日。なるほど。その後トイレに直行した。ダメだなぁ。いや、そんな、はい。なんか LINE が鳴った。リアルのラインが鳴った。料理の作り置き、先日の乙女ゲーム、そうだね。
ちゃちゃっと処分しとかないと、そういうものは。やばい、もうめっちゃメール来るじゃん。ちょっと俺カレー食べてるんだけど。私がいないからって浮気と。うん、そうだよ。彼女が一日いないから浮気するような男に見える俺が。見えますか？目を見て言ってください。見えないでしょ。うん。やっぱ料理うまい彼女が一番だと思うんですよね。私。もう料理、ほんと胃袋つかまれるのはね、多分ね、一番効くと思って信じてるんだけど、どうですか皆さん。どうなんですか男性諸君。もう、めっちゃメール来る。なんや。冗談だよ。本気にしないでよね。俺で遊ぶな。オッケー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 。ごめんごめんごめん。初めて会った日どんなんだったの？合コン？ダメやん、俺くん。もう完全に男がダメやん、これ。騒がしかった。ああ、確かにね。女の子ね、そう、自己主張が激しい人はね、私もね、あんまり好きじゃないんですよね。私が激しいんで。かぶるっていう。よっ。彼女。その子は合コンの席の、あ、合コンにいた子だったんだ。帰っちゃうの？一緒に帰るよ。俺も一緒に帰るよ。寂しいよ。やばい、なんか、無言で見てしまう。あ、彼氏と別れたばっかりなんだ。俺、彼女いないんだ。なるほどね。やばい、いいシーン。あ、いい雰囲気じゃない？これ、クリアできるんちゃう？これ、いい感じですよ。グッドエンディングしたい。互いから目がそらせなくなる。なんだかいい雰囲気だ。寝室はあちらです。え、どうしよう。押すダンス。あ、ドンって床ドン。めっちゃびっくりしてるけど。まだやってないの？もうやってるもんかと思ってたんだけど。嘘、ごめんごめんごめん。ごめんごめん。なんでもう部屋来てるからいいの。触んないよ、触んないよ。もうちょっと気をつけるから。マジかよ。元カノの時はいけたんだけどな。ここは、頭を撫でるはちょっと、この子がそういうキャラじゃないと思うんで、抱きしめるにしましょう。ちょっとさっき、ちょっと突っ走りすぎた。抱きしめさせてくれ。なんでやねん！ノイエやん、抱きしめるぐらい。硬い女やな。ね、付き合っとるんやけん、ええやん。マジで？ここは、ソフトに頭を撫でる。まだね、俺たちそういう関係じゃないから、お前のこと大事にしたいんだ。好きだよ。ああ、見た目そんな感じだった、本当に。甘えていいんだよ、俺に。愛してるよ。はっきり言う。かわいいな。シャワー浴びてこいよって言ったらまた怒られそうだから。
あ、デザートあったから、冷たいデザートあるよ。うん。ちょっと待って、あなたのことタイプと言ってる人がいまして、今。え、なにこの広告でしょ、絶対。騙されないぞ。用意する、ちょっと、用意す、すぐ用意するから待ってて。かわいい、今かのかわいい。この角度かわいい。いいね。そう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 。ここにね、ゼリーが、あ、やばい。これはちょっと、あ、手に取らなくていいのに。あ、洗面台どうぞ。あ、ごめんごめんごめん。いいよ。お化粧直しといて。あ、やばい！洗面所に、ありがちちょっと待って。これはダメ。これはダメ。これもダメ。はい、これもダメ。はい。ここが前に、あ、はい、これもダメ。はい、これもダメ。洗濯機の中には何もない。はい、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 はい。OK です。あ、何も慌ててないよ。何でもないよ。なんで調べるの？ちょっとゴミ箱の下になんかあった気がするんだけど、大丈夫かな？あ、やべえ！やっぱあれだ、ゴミ箱のところになんかあったんだ。はい、これ、はい、あ、はい、これ、で、はい、はい、ここ、はい、はい、はい、いいね。はい、この中はないね。これ、これ、はい、はい、はい、オッケー。はい、オッケー、じゃないでしょうか。はい、はい、オッケーです。これでもう何も、あ、はい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 、オッケー、はい、オッケー、はい、オッケー。よし、よし。え？なんで疑惑は上がったんだろう。めっちゃ上がってる。ああ、なるほどね。散らかってて、そう、うん、ありがとう。ちょっと恥ずかしくって、俺、うん。冗談ですよ。デザート作っときますね。いいね、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 順調、順調、よしよし。結構面白いですね、これ。今がのが帰った後、タバコを吸いにベランダに出た。ちょっとこれそのまんまなんだ。え？え？マジ怖いんだけど。え、めっちゃ怖いんだけど。でもこれ、ホラーゲーじゃないよね。